ビーズが売れ続ける理由を経営者目線です。見せてください。経営者目線でなくてもわかるでしょう。あのね、ビーズに限らずに、売れている人たちが、その時々のファンをずっと大切にしていると、ああ、なるんじゃないかな。でも逆に言えばそれは守りに行ってるっていうふうにも言えるんですよ。新しいファンを取りに行くよりも、今までのファンを大切に、まあ、ちょっとわかる。ビーズのことは詳しいわけじゃないんで、そこまで言えないけど、うん。なんだろうな、なんかね、これはある人というかですね、ビーズにすごく近い人に聞いたんですけど、ビーズのこととは限らずに、売れている人で、まあ、守りに入る。うん。と、今までのファンを大切にする。イコール、食っていけるけど、それ以上売れない。うん。そういうふうに、ある有名な、売れていたアーティストの、プロダクションの社長が、そういう言い方をしていましたけど、うん。一理あるなと思いました。っていうか、一理というか、うん、なるほどなと思ったし、それもでも、作戦っていうか、うん。まあ、大切でしたね、ファンを大切にっていうことは、っていう意味では、うん、合ってるなとは思いましたけどね。それがね、ビーズが売れ続けてる理由とは、ということではないですけど、だってビーズだよ、ビーズ。ビーズだと思いませんか？ビーズですからね。すごいじゃん。だってビーズかっこいいじゃん。